プライベートで共に過ごす大切な仲間たち平野の仕様の友情の輝き深掘り特集平野の仕様のプライベートには彼にとって不可欠な存在がいますそれは彼のおじさん友達たちですこれまでのエピソードや反応を通じて平野の仕様がどれほどおじさん友達との絆を大切にしその関係が彼の魅力を形成しているのかを探ってみましょう平野の肖像の第4回質問箱にて 平野の仕は大好きな人生の先輩としておじさん友達に言及しました。この言葉から彼がおじさん友達たちにどれほどの感謝と親近感を抱いているかが伺えます。彼はおじさん友達たちとの交流が仕事とプライベートのバランスを保つ要因であることを強調しました。ここから仕事への専念とリラックスの切り替えが彼の成功への秘訣であることが伺えます。 おじさん友達たちとの初めての出会いがテレビ番組で明かされたのは、2021年4月5日の朝の情報番組、シックの解決、キングプリンスお弁当毎日のメニュー作りの悩みを解決でした。高橋海斗さんとのお弁当料理対決において、平野志陽はおじさん友達とのエピソードを披露しました。その中で、唐揚げの梅干しやブロッコリー塩昆布を手際よく料理し、見事勝利を収めたことが印象的でした。 こうしたエピソードは彼の庶民的な一面や料理の腕前を浮き彫りにしています。おじさん友達たちとの交流は彼のプライベートでも大きな位置を占めています。彼は様々な趣味を共有する仲間たちと共に楽しみを分かち合っています。特にクレーンゲームで遊ぶ様子や北海道での釣りのエピソードなどが明らかにされています。これらのエピソードは彼の普段の素顔を垣いまみるチャンスとなっています。また、 キラの仕様は音楽活動においてもおじさん友達たちの存在を大切にしています。キングプリンスが発売したブニュの MV 制作に際してメンバーそれぞれの理想的なデートをもとに MV が制作されました。その中で彼の理想のデートにおじさん友達の影響が現れていることが示唆されています。 こうしたエピソードを通じて、平野仕様はおじさん友達たちとの関係が彼の人間性や魅力の一部であることを示しています。その友情は彼の明るさや庶民的な一面を引き立て、ファンにとっても魅力的な要素となっています。おじさん友達たちとの交流は、彼の芸能活動においても影響を及ぼしています。テレビ番組への出演やインタビューにおいて、彼はおじさん友達たちとの交流を積極的に語り、 その存在が彼の人生や仕事に与える影響を語っています。こうした率直な姿勢は彼のファンとの共感を深め彼の魅力を一層引き立てています。平野仕様とおじさん友達たちの関係性は彼の人間性や魅力を豊かにしています。普段の遊びや趣味、友情を通じて彼の明るさや素直な一面が輝きます。彼の成功の裏にはおじさん友達たちとの絆があることを忘れずに その魅力を堪能しましょう。